はい、本日はですね、僕が持ってるマウンテンパーカーを全て着用していきたいなというふうに思います。ということで、そろそろねマウンテンパーカーの時期が来ました。全然まだ寒いんですけども、マウンテンパーカーがもう発売されだしまして、洋服っていうのは早いんですよね。だから今から一着ずつ着ていこうと思ってます。で、実はマウンテンパーカーと一言言ってもですね、分厚めのやつもあれば結構薄めのやつもある。それ以外に着丈がちょっと短めのやつもあったり、長めのやつがあったりとか様々ありますので、まあ着用していてね、皆さんに、あ、これ意外とマウンテンパーカーとは言いながらも生地薄いんだねとかね、あ、着丈長いんだねとかっていうのをね見ていただこうと思っておりますので、本日の流れとしてはですね、一着ずつバーッと着ていきます。大体多分20点ぐらいあったと思うんですけども、20点ぐらいザーッと着ていって、同じマウンテンパーカーと一言に言っても、ここはここがちゃいますよね、これはここがいいですよね、なんていうお話をねさせていただこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ではですね、ブランド別に行った方が分かりやすいかなと思ったりもしたんですけども、ちょっとバラバラにやっちゃいましたので、もうバラバラでね手前から行きたいなと思います。まず1着目がですね、こちら、僕を語る上ではですね、これを知らない人はいてないでしょう。そう、ノースフェイスのマウンテンジャケット、正式名称がですね、ラオジャケットこと、マウンテンジャケットというジャケットになります。もうそのままのね、ジャケットなんですけど、ノースフェイスのねマウンテンパーカーを語る上でこれが最もベースなんですよ。で、これをベースにちょっとライト級が出たりとか、ちょっと薄めの生地が出たりとかっていう感じなんで、もうこれはね1着持ってて損ないでしょということですが、こちらがですね、サイズはね M サイズを着用しております。実はちょっとノースフェイスのこのマウンテンジャケットっていうのはですね、少し中インナー着るように作られてるので、ちょっともともと大きめなんですよ。僕普段ノースフェイスで全部 L サイズやねんけども、これだけね M で着た方がねええ感じだったんですよ。だから M で着ておりますが、まあ L でもまあいけるっちゃいけますけどもね。はい、こんな感じですね。もうザって感じでしょ。ノースフェイスよくわからんねんっていう方から見てもね、あ、確かにこれ街中でよく見たことあるわっていう感じだと思うんですけども、こういったね大体ノースフェイスって2カラーなんですよ。でもこれ今回単色でしょ。黒にしてるから真っ黒にしてたらね、何年ものかわからんでしょ。いつの買ったんかなってわからんねんけども、実はこれ2019年かね20年かちょっとどっちか忘れたんですけども、まあ黒に関しては毎年出てるんですけども、こういったちょっと派手めのカラーをやっちゃうとね、あれ何年ものですやんと、バレる人にはバレちゃうんですけども、これのブラックに関してはね全然わからへんからね、これ実は今年買ったんですとかって嘘ついてもね全然わからないでしょ。これ結構古いからね、なんか裾のとこね引っ掛けてちょっと破れてるんですわ。こんな感じでね、なんかよう見たら破れてるでしょ。なんか擦れたんかなんかわからんけど、ちょっとまあ破れてたりはするんですけども、さすがね生地がね分厚いだけあって、他のジャケットやったらもう避けてたと思いますけども、マウンテンジャケットからグッと、止まってますね。こんな一着で喋り出したら止まらんよ。次、こちらがですね、ちょっと正式名称は忘れましたけども、下におそらく出てるでしょう。これ比較的ねノースフェイスの中でもリーズナブルなんですよ。あ、安いからちょっとこれ買っちゃおうかななんて思ったりするんやけども、これちょっと気をつけてくださいと。なんでなんですかというとね、ボロボロ劣化してくるんですわ。だからその辺がねちょっと注意点ではあったりするんですけども、サイズはね XL を着ております。まあちょっとこんな感じでゆったり着るんやけども、もともとねちょっと着丈短めなんですよ。だからこれ XL であえて大きめに着てますけども、 L とかやったらねちょっとこう上に上がってきちゃうんで、あえてね XL を着用してます。生地感ねちょっと見てもらったらわかるかな、なんていうのな、あんまりマットな感じじゃないんですよね。ちょっとテカテカしてる感じの雰囲気で、さっきのラオジャケットに比べるとね、やっぱりちょっと安い感じはしますね。値段も半額ぐらいで買えるんかな、ちょっとまあ安い感じはするんですよね。まあ、このあたりはね結構ねノースフェイス初めて買うっていう方はね結構買いがちやねんけども、ちょっとこれ注意した方がいいですよっていうジャケットになってるんでね。それが2着目。次3着目がね、これもう今販売しないやつやから、まあ紹介したってしゃあないんやけども、ちょっと着るだけ着ますわ。こんな感じでね、めちゃくちゃ派手でしょ。なんかレイジシリーズって言ってね、最近出てないかなわからないけど、2019年ぐらいに出たモデルになってるんですけど、ちゃんとねゴアテックスを搭載してて、ノースフェイスにしては結構派手めな色っていうのかな、なんかチャムスとかにありそうなね色味なんやけども、ロゴがね大きく胸周りにあります。もしね欲しい方とかいらっしゃったら、メルカリとかでレイジって調べたりしたら出てくるかもしれんけども、まあもうないんちゃうかな、ちょっと分かりませんけど、これが3つ目ね。そして次4つ目がこちら、マウンテンライトジャケットなんですね。でこのジャケットはちょっと色味が派手やから、あんまり好きじゃない方もいらっしゃるかもしれんし、これなんかコメントでね入ってたんですけどね、これ佐川急便やないかいっていうコメントが入ってたんですけども、まあそんな感じですよね。これどっかの制服モチーフにしたんですかっていうようなね感じの色味やでなんですけど、ジャケット自体はめっちゃ人気ですよ。マウンテンライトって聞くと、まあ、じゃあノースフェイスの中で言うとね、一番最初に紹介したこのラオジャケットをちょっと介護感にしたようなね、このマウンテンライトです。だからライト級のちょっと下がってる佐川ジャケットね。で佐川よりもう一個上になってくると、このラオになってくるんですよ。でちなみにこの佐川色はですね、人気ないんやろうかと思いますが、セールにかかっておりました。安くなってましたんでね、一応それまた下に載せときますけども、僕自身はね今年の新モデルも買っております。2022年の春夏モデルのマウンテンライトのカラーも用意してますので、またこれね近々レビューすると思います。お楽しみにください。サイズはねこれ L を着
着用しておりますが、次これ XL もあるのでね、 XL も着ていきます。はい、まあ XL サイズはねこんな感じなんですけど、やっぱちょっと大きいですね。あの以前マウンテンライトのサイズの違いみたいなのね、 M サイズ、 L サイズ、 XL サイズを着てるやつがありますし、インナーフリースに変えてみたりとかいろいろやってるのがあるんでね、それ見ていただければサイズ感はわかるかなと思うんですけども、まあちょっとねゆったり着たいんやったらね、まあこれぐらいもありかなと思いますけども、だいぶ余ってますね、袖とかがね結構余ってる感じはあるんやけども、これが XL サイズですね。ただ僕視聴者さんに言われてね、うわわかるわと思ったんがね、あの僕全然気づいてなかったんやけども、こうジェップジェップ閉めるじゃないですか。でね、上のフラップがあるんですよ、こういうフラップがあるんで、これフラップ閉めようかなと思った時に全部ねボタンなんですよ。でそのボタンをパチパチ上から真ん中、そして真ん中ってやっていくのが結構めんどくさいっていう声あって、あーそれ言われたらわかるけど気にしなかったなと思ってね。僕あんまりこれフラップ閉めへんねんけど、几帳面な人とかやったら絶対閉めたいじゃないですか。このフラフラップがね、ジップは閉まってるんだけど、このフラフラしてるの嫌やっていう人は多分閉めたいと思うから、マウンテンライトの唯一のデメリットとしてはそのボタンはねちょっとまあ気づいてへんかったからね。まあまあデメリットっていうほどのことでもないけども、まあ、気にされる方はね気にされるようですわ。まあ、ちなみにねこの今僕が着てたねあのブラックのデニムバージョンもねセールにかかっておりました。本来5万円ぐらいで売ってるんやけども、今も3万円台とかでね売ってたと思うんで、今1万円以上安くなってると思います。2年か3年ぐらいにわたってね一応販売してたんやけども、納税も低価でね、もうさすがに売れへんなということで、おそらくセールにしたんかとは思いますけども、その辺がマウンテンライトで、ね、次はねこれスクープジャケットって言うんですよ。また同じようなやつばっかり持ってきてるやんけって感じなんですけど、実は微妙に違くてね、何がちゃうんかというとね、この最初見てもらったラオジャケットをよりお手頃に出したっていうのがこれなんですよね。はいはいはい、なるほどねと。確かに一番最初言ってたよねと、あのノースフェイスってマウンテンジャケットをベースに作ってるもんねって言ってましたよねって。でこれスクープって言ってたね、スクープジャケット、もう名前は別にどっちでもいいですわ。まあ同じような機能性があるんやけども、値段が安くしてるその理由は何なんですかというとね、ちょっと生地をね安い生地にしてるっていうことで、まあそれが原因でね、値段は安くなってるんですけど、まあ見た目的にそれでよかったらいいやんっていう人からしたらね、全然多分1万5000円ぐらい安いんかな、多分安くなってると思うんでね、全然いいんかなと思います。これ L サイズかななんかで着用してると思うんで、まあただ僕はね個人的に好みではないんで、生地が劣化するのってあんま僕好きじゃないんですよ。で別にその気にせえへんっていう方ももちろんいらっしゃると思うんで、あのそういう方でねいいかなと思うんですが、これがスクープジャケットというジャケットになっております。ようやくちょっと減ってきましたね。そして次が行きたいなと思いますが、次がこちらドリズルジャケット。もう名前に癖があるのとドリズルということで、あの逆に覚えやすいですよね。そんなよくわからん名前つけられたら覚えちゃうでっていうことでね、あのスクープとか言われた方が、あんまりドットとか言われたら覚えてないけども、ドリズルって言われたらなんか忘れられへんないうことでね、僕は覚えちゃってるんですけども、これねノースフェイスがね満を持してね出したね、あの新しい、まあ素材っちゃ新しい素材なんだけども、2年ぐらい前から出たんかな、あの2年ぐらい前から出てるんですけどね、ちょっとジップが壊れやすいっていうところがねちょっとデメリットなんですよ。このタイプのちょっとちっちゃいジップなんですけどもね、何回もちょっと壊れております。だからこれちょっと改良した方がいいんちゃうかなと思うんやけども、まあ止水ジップでもなんでもないんやけども、ジップちょっとちっちゃめのねやつなんですけどもね、これちょっと壊れやすいので気をつけた方がいいかなと思います。僕もちょっとね何回か壊れてるんですけども、無理やり直したりしてね、あの直しておりますが、そんなドリズルジャケットね、まあこれは見てもらった感じからわかるかもしれないですけど、生地結構薄めです。薄い感じの生地になってて、これも確かセールなってたんちゃうかな、ちょっとはっきり覚えてへんけども、あもう壊れました、ジップがね壊れております。やっぱり直っておりませんね。こんな感じ、もう下がこう剥がれてもうてるんですわ。だから上にね上がってこないんですよ、上がってこへんね、こうどんどんあーってなっちゃうから、これはねまあ修理出さなあかんのやけども、まあほぼ着ないからね、まあまあいいでしょう。あとはねこれ劣化するかどうかをちょっと見たいっていうところもあってね、ずっと持ってるんですけど、これまたフューチャーライトってやつがね劣化するんでさ、今日すいませんね、いろいろややこしい名前出てる、フューチャーライト、ドリズルジャケット、ドットジャケット、スクープジャケット、もうわけわからんでってことなんですけども、僕もほんまノースフェイスでね検定とか出してくれたらね、僕結構あの高得点取ると思いますよ。ただね僕よりもね詳しい人山ほど視聴者さんにいてるんですよ。なんかまあ僕レベルやったらね中の上ぐらいかな、あの視聴者さんの方がもうマニアみたいな人いっぱいいてはるから、そういう方はねぜひぜひいろいろ教えてください。今は閉まりましたねジップね、なんか閉まったり壊れたり用するんやけども、はいこんな感じでねドリズルジャケットでした。はい、そして次行きましょう。次来ました、ノースフェイスだけじゃないんだよと。何があるのというとアークテリクスなんですよね。このあの骸骨みたいなねマークが、アークテリクスで、はいはいはい、なんか見たことあるわと、おしゃれな男の人持ってるよねっていうことで、そうなんですよね。僕のイメージもノースフェイスはちょっとアウトドアというかちょっと街っぽいねんけども、アークテリクスはもう一個ワンランク上のね、なんか金持ち持ってますなみたいな感じのイメージだったんですよ。でその中でもこのゼータ SL っていう、こうアークテリクスの中でもね、あの一番定番ラインっていうのかな、
ノースフェイスで言ったらラオジャケット、アークテリクスで言ったら一番定番になってくるかなと思います。ただアークテリクスの場合はサイズがやっぱ海外モデルやから僕全部 M なんですよ。普段はね L サイズやねんけども、アークってね海外規格やから M サイズで日本の L ぐらいで、 L サイズにしちゃうと日本の XL ぐらいあるんですよ。だからまあ大体僕は M なんですけどね、まあ、見てもらったら分かる通り生地もね、まあなんて言うのかな、これは重ね着するようやから最後の1枚としてこれ上は羽織んねんけど中にフリース着てみたりとか、まあロンティーでいい時もあるけどもインナーダウン着てみたりとかね、こう重ね着をいっぱいしていくようなタイプのジャケットですね。これがゼータ SL で、さらにもう一個上の上位互換みたいなのがあって、それがねアルファ SV っていうんですよね。これ接着剤かなっていうようなね名前してるんですけども、ここにゴールドのね、ちょっと高級そうなお高そうなマークがついております、ご安心ください、接着剤ではございません、これもね着ていきたいなと思うんですが、これがなんとお値段最も高い、僕が持ってるマウンテンジャケットで最も高いのがそう、11万円ということでね、なんと10万円に消費税がかかってきて、こちらもねサイズはね、M サイズで購入してます。ただもうそもそもね何もかもがねやっぱりワンランク上なんですよ。もう生地自体もねゴアテックスのプロっていうやつ使われてるの でここにねよく見たらねプーローって入ってるんですよ。まあそういったねちょっと違いがあったりだとか、あとさっきのゼータ SL とかやったらね、まあこういう感じの質感っていうのはまあイメージわかるじゃないですか。でまあ特にね中とかには何もないんやけども、このアルファ SV はねこういった中にポケットがあって、このポケットもねなんかニット素材みたいなポケット使われてるんですよ。でこの辺もねやっぱちょっとちゃいますよね。こうスマホ入れてジップでピュッて閉めちゃうみたいなね。でもねただはっきり言いますけどね、ここまでいったらもう自己満の世界、もう別に4万であろうが10万であろうがあんま変わらんねんけども、もう自分が好きやからやってるだけでね、車と一緒ですわ。車もね300万で車って絶対買えるんやけども、1000万の車買う人もいてるじゃないですか。僕なんかねほんまにもう10年ぐらい前のプリウスずっと乗ってんのに14万キロも走ってるんですよ。じゃあお前は服買う前に車買えって思われるんですけども、まあ、それぐらいねあんまり興味がないというか乗り物に興味がないんですけども、まあそれは自己満じゃないですか。車もねそれとまあ全く一緒ですわって言いながら、次も、同じくアークテリクスでございます。これはもっと薄いです。もうこんな感じでね軽い感じになってるんで、同じマウンテンパーカーといえどももうちょっと時期が春以降かな、夏前とかぐらいになってるんですけど、もうスコーミッシュフーディーって言ってさらーっと上に羽織ったりとかでさらーっと持ち運びしたりとかっていうぐらいができるようなジャケットが、これですね。だからこの手のねソフトシェル系はねやっぱ結構薄いんですよ。で男性だとわかるかなと思うんですけど、どれぐらい薄いのって言うと、もう岡本ぐらい、もう岡本ですやんっていうぐらい薄いんでね、女性の方よくわからなかったら無視しといてもらっていいと思うんですけど、まあとにかくソフトシェル系は薄いよねというところがね分かっていただけると思います。そして次がですね、こちらも結構定番で出てますよね。また戻ってきました、ノースフェイスにね。これあんまり世間的には人気ないんですけどもね、僕個人的にはね全然嫌いじゃなくて、このフードがね首のところに全部収納されてるんですよ。でこういう収納形式ってね、確かこのマウンテンレインテックスとか、あとこういったねヌプシジャケットとかも同じなんですけど、やっぱ首元あったかいんですよね。であったかさだけじゃなくてもね、こうやってフリースとかもちゃんと使われてるから、ちゃんと肌に当たることもね考慮されてたりしますし、結構僕個人的に好きやねんけども、あんまり巷では人気ないジャケットですね。これもちょっと着丈が短めなんでね、サイズ選ぶとき注意です。特にセールとかでよく上がってるし、オンラインでもセールで買えるんやけども、僕これ確かね XL や、あ L サイズか、 L サイズでね着てるから、やっぱりちょっと着丈短いの分かります。あちょっと短いなって印象あるじゃないですか。でこれが XL になってくるともう少し長くなんだけども、もともとこれがね着丈短いジャケットやから、まあ、そんなところがねサイズ感であったりだとか、次のジャケットもそうです。このクライムライトジャケットっていうところもね、結構薄手のシェルジャケットなんですけど、着丈が短いんですよ。だからねこれはね XL で着用してるんやけども、そんなに長くないでしょ。え XL はねそんな長くないですね、ともすればちょっと手上げたりとかしたらねこうお腹見えそうなぐらいの着丈の短さやから、結構このクライムライトジャケットとか、あとさっきのねマウンテンレインテックスもそうなんやけど、エリーフードに入ってるこれねもそうやねんけど、ちょっと着丈短めやからちょっと買うときはね注意かなと思ったりはします。でね多少袖が長くても、基本的にこういうマウンテンパーカーってこういうベルクロついてるから、ピュってね閉じちゃえばね全然問題ないし、余ってますよ、めちゃくちゃ余ってんねんけど、まあまあ別に問題ないし着れるんちゃうかなと思います。こちらにね全く同じタイプで色が違うだけのねジャケットがあるんやけど、これも M サイズなんでもう着れませんね。もう家宝として残してます。なんでかって言ったらノースフェイス僕結構いっぱい持ってるけど、それの一番最初のアイテムやからね、もうこれは家宝として残してるだけでございます。だからもう着ることはないでしょう、まあ、もしかしたらね子供とかができたりしたら着るかもしれんし、まあ、嫁にね着させようと思うんやけど、嫁がね新しいもの好きなんですよ。だからこういうのあんま好きじゃない、その着古されたものよりやっぱ新しいものに興味があるというね、まあ、ちょっとミーハーなところがございますので、これはねほんまに展示されてるだけでございます。そしてですね次がですねちょっと珍しめのものでいきますね。モンベルです。モンベルといえばね、まあ、日本のメーカーで、もう服のイメージとしては学校の先生なんですよ。もう学校の先生がめちゃくちゃ着てるってイメージで、まあ、モンベルかコロンビアなんですよね学校の先生って大体。でももしくはナイキかアディダス着るっていうのがもう大体定番なんですけど、
まあ、結構モンベルね嫌がる方も多いんやけども、性能としてはね間違いないし、あとデザインが微妙やねやったらもう着こなせるだけのね体型と顔を作らなかった。こっちがそれは用意しやなあかんからね。これは M サイズだったっけね、あ L です、日本サイズだからね L で着てますけど、まあサイズ感的には L かなと思いますね。これね1万円台で買えるんですけど、ちゃんとねゴアテックスなんですよ。よく僕が説明してるねこれね、この黄色の方、黄色の方は何でしたかというと、せーの、雨にも負けず風にも負けず、これが黄色の方ですよね。そして、白の方は何なんですかというと、風にめちゃくちゃ強いないかというところを覚えていただきたいなと思いますので、皆さん復習していきましょう。はい、黄色の方がせーの、雨にも負けず風にも負けず、そして、白の方は何ですかというと、めちゃくちゃ風に強いないかというところでね覚えていただければいいかなと思うんですが、このジャケットはそれのこっちです。雨にも負けず風にも負けずという、宮沢賢治スタイルっていうのがね、宮沢賢治ジャケットというふうに覚えていただければいいかなと思うんですけども、これがねモンベルのレインダンサージャケットですね。とは言いながらもね、モンベルの中で一番人気あるのってこのストームクルーザーなんですよ。次紹介するねこれなんですよ。これもね同様にね L サイズで着用しておりますが、ちょっと赤がね僕のパーソナルカラーじゃないからちょっと似合ってはないんですけども、これも同じくねゴアテックスを採用しております。基本的に僕が紹介したやつはねゴアテックスがほとんどです。一部ねノースフェイスがちょっと若干違うやつあったりするんですけど、まあ基本的にはゴアテックスやと思っていただければいいかなと思います。これ台風情報をお伝えするキャスターみたいになってますけどもね、キャスターそんな髪色してないやろっていうことなんですけども、まあそんなこと言いながらこれがモンベル2つということになってます。これストームクルーザーね人気あるジャケット、登山の人とかに人気あるかな。まあさすがねサイズ感はねこう日本のブランドやから日本人にきっちり合うようにねなってるかなと思います。まあ着丈も気にすることないし袖丈もちょうどいいしっていう感じなんですけど、次はねパタゴニアです。唯一パタゴニアで出てきました。これも名作なんですよね、トレントシェル 3L ジャケットということで、これもねやっぱパタゴニアって海外モデルやからちょっとサイズ感が大きいってことでね、確かこれ M サイズで買ったんやと思います。そうですね、 M サイズで購入しております。なんかまあサイズ感としてはね、まあ、M かなと思うんですけども、これもね同じく防水やねんけども、宮沢賢治スタイルではないんですよ。確かに雨にも負けず風にも負けずやねんけども、こっそり宮沢賢治をパクってるっていうのがあるんですよね。でそれはパタゴニアにももちろんあるし、ノースフェイスもあるしモンベルもあるんやけども、宮沢賢治本物なんかなのでちゃうやないかいっていうのがあったりしますので、それはねご注意いただきたいんですけども、それがこちらトレントシェルジャケットということで、そしてね、ソフトシェルはねこちらパタゴニアがあったりだとか、あと、まあ、ノースフェイスがあったりはするんですけども、ちょっとねこの辺飛ばします。ちょっと長くなってきちゃったんでね飛ばしたいなと思います。こちらベンチャージャケットっていうジャケットね、これも防水やねんけども、雨にも負けず宮沢賢治ではないっていう方のね雨にも負けず風にも負けずです。そしてね最後がねこちらノースフェイスのねジャケットなんですけども、これもねちょっと気をつけた方がいいかもしれません。っていうのもジップがねさっきのドリズルだったドリルのジャケットなんかいなっていうドリズルジャケットね、ジャケットねジップ弱いって言うじゃないですか、あれと同じような感じのジップ使ってるから、ちょっとこれ注意かもしれませんね。今んとこまだ壊れてないけども、ちょっと壊れやすそうなね雰囲気はありますので、これ正式名称なんていうかちょっと忘れたけども、 L サイズをね着用しております。僕個人的にはねあんまり好きなジャケットではないので、着用回数はねほぼほぼないんですけども、ゴアテックスっていうさっきのやつ使ってるんですけども、その中で最安ね、最も安くて多分ねセールとか2万円前半ぐらいで買えるんちゃうかな。まあ、とにかくねノースフェイスでゴアテックスが欲しいっていう方はねこれは結構いいかなと思います。正式名称忘れますよね、なんていうジャケットか忘れて下に多分出てると思いますが、はい、ということでねこちらざっと家ご紹介させていただきました。またねこの春もねマウンテンパーカー何着か購入予定ですし、もうすでに買ってるやつもありますので、どんどんレビューしていきたいなと思っております。ということで本日はですね僕が持ってるマウンテンパーカーを全て着用してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。